この感じ久しぶり。ちょっと待って、この感じ久しぶり。言えない。くるくるちょもちょも。くるちょもちょも。今日はいい日だね。この感じ久しぶり。くるぶしです。3回やりました。どうですか。言わなきゃかっこよかったのに、ちょっともう言わんでよ、もう関西弁どうも、人権がない169センチです。プロゲーマーの女の子がそう、カヌカナちゃんでしょ。結構可愛いと思ってたんですけど。あ、そうなんや、はい、170センチ以下のメンズは人権ないっていう発言が炎上したってことですね。そうね、171センチあります。うわー、ギリあるじゃん。すげーわ。ちょっと手術しようかな。今日はですね、全く関係ない企画を用意しまして。マジで、はい、全く関係ないの。タヌカナちゃんとは全く関係ない。え、今からタヌカナちゃんに連絡するとかって。今日はですね、何をやるかというと、タヌカナちゃんに電話かけちゃう。また戻るつ。今結構さ、うん、変な名前のバンド名とか多いじゃない。日本語でさ、こう、まあ、文章になってる、ね、そうとかさ、まあ流行ってるじゃない。うん、そうね。で、結構さ、意外とそのバンド名の由来を聞いたりすると、うん、あ、結構いい名前なんだなって思ったりすることもあるじゃないですか。意味ない奴らも多いけどね。そうね。そうね。今回はですね、うん、そんな、雰囲気でつけてんちゃうぞ、お前。そんなバンド名の由来をですね、うん、お互いに3問ずつ出し合って、うん、そのバンド名の由来を即興で答える。うん、なるほど、登場してもらって、うん、相手が書いた名前をパッてここに出すんで、うん、何々のボーカルのチョモララテです。なるほど。オッケー。バンド名なんでつけたんですかみたいな感じで。なるほどね。そう、即興でいい感じの答えをもらいたいなと。わかりました。リスナーさんにですね、コメント欄でどっちが良かったか。俺これ系買った試しないわ。いや、わかんないよ。それでは行ってみましょう、はい、レディオくるくる。俺先手3問でいい。3問でいい、はい、じゃあ行きます。はいはい、どうも、はじめまして。はじめまして、七分丈ズボンズのボーカル、チョモララテです。あー、はじめまして、どうも。あの、バンド名ちょっと変わってますけど。そうですよね。どういう由来でつけたんですか。これなんですけど、はい、あの、僕基本的に、うん、あの、26の頃まで短パンしか履いてこなかったんですよ、はい、で、お前そのままじゃ、うん、本当にビーズだぞって言われて。はい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 。お前は稲葉講師にはなれんと。なるほど。もういるんだから。あ、だから、うん、お前はもう短パンやめろと、はあはあ、言われたわけですね。ちょっとそう、大人の方に言われまして、はい。まあ、でも、うん、やっぱりその足が見えてないズボンっていうのがどうしても気に入らなくて、はいはいはい、その時たまたま古着屋さんで見つけたのが七分丈ズボンだったんですよね、はあ、そこから僕はもうずっと、それからもう14年、はい、七分丈のズボンを履き続けてるんですけれども、はい、まあ、そんな僕の七分丈に憧れて集まってくれたメンバーと結成したということで、はい、七分丈に憧れてきたメンバーがいる。そうです。ああ、そういうことなんですね。その中の七分丈カリスマが僕と言ってる。で、七分丈ズボン ズ。なるほど、はい、ああ、結構じゃあ、あの、何ていうんですか、思い出というか、その、あの、何ていうんですかね、まあもう、うん、まあ、これからのミュージックシーン、うん、七分丈といえば俺たちだね。ああ、なるほど、感じですね。塗り替えていこうと。そうなんですよ、はいはいはい、なのでそういう由来です。じゃあ、それでは早速歌っていきましょう、はい、七分丈ズボンズで、七分丈ラブソング、どうぞどうぞ。ないないない、ね、じゃあ、こんな感じでいきますんで。めっちゃむずい。次はちょっとカッコつけてきてもらっていいですか。 OK、 はい、はい、じゃあ今回のゲストはですね、この方です。はい、はい、こんばんは、温度差フェチレジェンズボーカルチョモララテです。あの、バンド名すごく変わってますけど、温度差フェチレジェンズっていうのはどういった名前なんでしょうかね。これなんですけど、はい、最初バンド名違ったんですよ、はい、もともと、はい、あの、ティッシュティッシュっていう、ティッシュティッシュ、ティッシュかけるティッシュ、そう、ティッシュかけるティッシュっていうバンド名だったんですけれども、はい、
やっぱりそのバンドで活動している中で、うん、やっぱメンバーの中で、うん、やっぱその夢に対しての温度差がはいはいはいすごく見受けられてきて、ああなるほど、まあ、ただ、はい、その温度差も、うん、まあ、考えてみれば、うん、まあ悪くないのかなっていう、その温度差があることによって、はい、あのうまくいくことだったりとか、あ逆にね、まあ、そうなんですよね、まあ、デメリットもありつつメリットもあるなって感じていて、はいはいはい、やっぱり僕はちょっとその活動の中でその温度差に、はい、あのフェッチを感じてしまったんです、ね、あフェティシズムを感じて感じてしまって、はいはい、でですね、まあ、そんな温度差のある俺たち4人が、うん、まあ、ティッシュティッシュを脱ぎ捨てて、はい、まあ、新たに活動していくということでですね、はい、温度差フェチである、はい、僕を筆頭にこれからこの温度差を伝説としての、はい、残していこうと思って温度差フェチレジェンズと改名してなるほど、おととしから、はい、活動してます。おととしから、はい、なるほど、いやいい名前ですね、ありがとうございます、覚えやすい、そうですよね、はい、じゃあ今日はですね、はい、温度差フェチレジェンズ、略してオンレジェですよろしくお願いします結構いけるね、ジョーちゃん、さすがはい、じゃあちょぼちゃん1曲目紹介してください。はい、はい、温度差温度差フェチレジェンズで、はい、ミラクルティッシュどうぞ面白い面白いぞ、これはもうちょっと待って、いやクルちゃんおもろいかもしれないけど、俺もさっきからハートにダメージがすごいからもうグサグサにやられてるからいやー面白いわ、じゃあもうしんど、最後ですね3問きついな本日のゲスト、この方お迎えしました、こんばんは、チョベリグキッチンギターボーカルのチョモラハルトですよろしくお願いします。はいはい、ごめんなさい、俺もよろしくお願いします。チョベリグキッチンっていうのは、はい、なんかこうちょっとチョベリグっていうと、はい、90年代とか、はい、そういう感じを思い浮かべるんですけど、まあ、そうですよね、はい、まあもう今となっても死語と呼ばれる、はいはいはい、はい、超ベリーグッドの略なんですけども、はいはいはい、超ベリーグッド、はいはい、まあ、当時の、まあ、ギャルと呼ばれてた人たちが、はい、まあ、先駆者として使っていた言葉ですよね、はいはい、まあ、ただ、はい、やっぱりそういう歴史の中に僕たちはずっとその、はい、うん、立っているわけで、はい、その死語っていう言葉が僕たちは本当に好きじゃないんですよ。ああなるほど、はい、まあ、いつまでもやっぱ大切にしていかないといけない、その先人たちが残してくれたもの、はい、ということですね、このチョベリグっていう言葉を、はい、まあ、どん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 後の世代にも伝えていかなければいけないっていう、うん、はい、なるほど、なぜかそういう使命を感じまして、まあ、ただ、はい、やっぱりただこの言葉を伝えていくだけでは、はい、ちょっと少し弱いかなと思ったので、はい、まあ、僕たちなりにそのチョベリグという言葉を、はい、味付けして、うん、お料理して、うまい、みんなに伝えていこうということで結成されたのがチョベリグキッチン、僕たち3人になります。うわー、3ピースなんですね、はい、なるほど、いやなんかそういうことを聞くとやっぱいいバンド名だなと思います、ね、ありがとうございます。あ、本日はじゃあその3人で元気に、はい、ライブ映像ね用意してますんで、はい、それでは早速1曲目聴いていただきましょう。はい、チョベリグキッチンでパンナコッタラブ、どうぞはい、ということでですね、チョボちゃんの3問終わりました。もうしんどいこの即興でねバンド名の由来を答えるっていうのはね、やばいなこれだけでもいいかもしんないねクルちゃんもやらなあかんやもういいかな、楽しく終わっちゃった。いやいやいや、今からちょっと書かせていただきますよ、はい、じゃあお願いします。はい、チョモチョモカウントダウン TV をご覧の皆様こんにちは、司会のチョモララテです。ということで、本日のゲスト早速お呼びしたいと思います。こちらです、どうぞ。どうも、ティーバック一丁前のイデクルブシです、ギターボーカルさせていただいております。あー、いらっしゃいませ。いやー、ありがとうございます。なんかあれですね、スタジオ綺麗ですね。そうでしょう、はい、まあね、改装したばっかりなんですよ。あ、そうなんです、はい、虎の門に来るのも初めてだった。あー、そうなんですね、ありがとうございます、はい、まあ、早速なんですけど、はいはいはい、まあ、よく聞かれるとは思うんですが、はい、T
ティーバック一丁前。ティーバック一丁前。はい。なんか変わったバンド名だなと思いまして。まあ、そうですね。はい。なんか由来か何かあればお聞きしたいなと思いまして。そう、まあ、そんな大した話じゃないですよ、本当にマジで。はい。まあ、僕の母がティーバックを履いてまして、これはきついね。だろう。だろうよ。いやー、きつい。マジで折れそうになった。車内でこんな疲れることだよ。いや、ほんまに。マジでマラソン大会の後ぐらい疲れた。なるほど。もう幼い頃から。なるほど。で、僕それが結構普通だと思って育ったんですよ。